南アメリカの地図上に記した強行死後線。翌年のトルデシラス条約ではより西寄りの線に置き換えられた。インテルカイテラ強行死後線は1492年のクリストファー・コロンブスによるアジア到達の知らせを受けて、ローマ教皇アレクサンデル6世が1493年5月4日に発行した強行直書、インテルカイテラによって規定された。 ポルトガル・スペイン両国の勢力分解線である。アフリカのベルデ・ミサキ製法の四後線で、大西洋のアゾレス諸島とベルデ諸島の間の海上を通過する軽線より東側を、ポルトガルのその西側を、スペインの勢力圏とした。この直所は、カトリック両王に対し、アゾレス諸島及びカーボベルデ諸島の四後線から100、レグア西の四後線より、 西と南にあるすべての土地を与えるというものである。教皇の意図が両王への主権の異常だったのか、封建領主として封じたものなのか、領主を除任したものなのかは、現在でもはっきりしていない。この直所の解釈については、発行以来、様々に議論されてきた。あるものは、この直所は、土地の所有と占有を合法的な主権に変えることを意味していたと主張している。 別のものは可能な限り広い意味で解釈し、スペインに完全な政治的主権を与えたと推論した。インテル・カイテラと他の関連する直所、特にダダム・シクイデムは贈与の直所を構成している。これらの直所はスペインとポルトガルの間の紛争を解決することを目的としていたが、宗教改革の後のその他の国による探検と植民地化には対応していなかった。 ありがとうございます。